それじゃあカウントいきます。 5!4!3!2! おめえはあっちだろうが。優しいのね。 1!GO! いっぱいじゃねえか。俺が。なあ信彦、お前京都にどんな作戦考えてたんだ。作戦というほどのものじゃないから。プロジェクト D の8200はよほど自分のマシンコントロールに自信を持ってるんだが、必要以上に振り回しすぎる嫌いがある。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分がある。後ろにいた方が相手をじっくり見れるし、心理的にも優位になる。なのに京子は先行を選んだんだ。小細工なしで真正面からぶつかりたい。それはそれで京子らしい。なんだかんだ言っても京子はモチベーションで走る感覚派だから。あとは D のドライバーがどのくらいクレバーなのかがポイントだ。気づくのが遅ければ京子にチャンスはある。この女うまい。うまいけどなんでだ。俺が苦戦させられるほどの相手なのか。東道塾にだって勝ってるんだぜ。わけがわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、カッカするな。とにかくクールになれ。まだ始まったばっかりじゃねえか。ケイスケが転校されてる。親子戦を選んだのはケイスケレベルアップのためってこういうことなのか。なあ、リョウスケ、レッドサンズとして遠征をやった頃と比べて8200がパワーアップしているので、マスコンワークが何倍もナーバスになる。東横線は前線でアップダウンが続くので、マスコンワークのトレーニングや発行のステージなど、8200の立候補はどのっち。理想はそれを倍の10の地くらいに変えることです。どのっちのマスコンを10の地で使い分けるのか。言ってる意味がもう一つわからない。2000みたいにマスコンを乗せ替えればいいんじゃない。凌介には言うんじゃないで。クソだね。何が難しいって。テンション上げて前の車を追おうとすればするほど逆に立候補を我慢しなきゃいけないっていうこのちぐはぐさが僕には辛いところだ。前を走るあいつにいつの間にか引っ張られて、思い通りに乗れてない割にこうしてついていけてるのは、あいつが理想的なペースメーカーになってくれているからだ。今は我慢してついていく。闇雲に攻めるだけがノーじゃねえってことだろうな。どっかでチャンス見つけねえとな。なんだろう、直感だ。あの8200なんか違うぞ。一見互角のバトルに見えなくても、ね、そうじゃね。俺には分かる。結構よくやってるな。レールファイトやるには線の細い走りだぜ。所詮女には本当のファイトは無理だ。俺しかいねえだろ。あいつらを止めるのは。そうか、恐怖にとっては有利なのだ。プロジェクト D の8200は相当慌ててる頃だった。熱くなればなるほど車輪に負担がかかる。長引けばそれだけこっちが有利になるんだ。面白く、もし勝ったら最大の功労者はお前だろうな。信彦、京子の 515R のチューニングメニュー考えてんのは全部お前なんだからな。それは違う。まさか京子の先行でこれほどいい走りができるのか全く予想外だ。対戦相手のドライバーに特別な感情を抱いていることも今日集中力を高めている。ハイレベルなバトルになればなる。心と心で通じ合う何かがあるんだ。誰にも邪魔できない二人だけの世界だからな。ちょっと許せ。まさかそこまで。
フェイントで地平線に飛び込んだが、まさか被るとは思わなかった。引っ張られていくうちにリズムがシンクロしてきてるのか。変な感じだぜ。いつものバトルと何か違う。この不思議な居心地の良さは何なんだろうな。すごい。後ろからのプレッシャーがどんどんきつくなってくる。こんなに近づいてギリギリのペースで走ってるのに、怖いとき、ウキウキするのはなぜ。楽しいよ。終わりたくない。どこに走り続けたい気分。それか、分かったぞ兄貴。腐女子の弱点、情けねえ。バカすぎだぜ。なんでもっと早く気がつかなかったんだ。女は男と比べて体重は大体軽い。重量が軽いことは大抵はアドバンテージだが、ハイパワー車ではその軽さがアダになるんだ。すごいことになったけど、どうしちゃったの。私もうゴールが近い。このまま行けば2本目に入れる。一緒に行こうよ。だい、もっともっと高く飛ぼうよ。ぴょんぴょん跳ねるウサギのダンスはここまでだ。本物のバトルってやつを教えてやるぜ。軽い車体は軸重が小さく、粘着力不足を招きやすい。ましてやジャンプしちまえば一向の制動もできない。全くの無防備になるんだ。待って、置いていかないで。終わりたくない。もっと続けたい。こんな気持ちになったこと今まで一度もないの。他にどうしていいか分かんない。諦められない。これくらいのことでへこたれない。私諦めないから。すげえな、攻め込んで。二編成ともうめえ。五線形を限界まで持ってくのは腕がいるからな。これほど見栄えのするバトルもめったにないよな。あの工芸品みたいなステンレスのボディがホームギリギリをかすめていくのを見るだけゾクゾクするよ。こうして見てると五線形って車はつくづくかっこいいと俺は思う。あれほど綺麗で存在感あって、おまけに都会に入る車は他には絶対にないよ。だらだら付き合っちゃいられねえ。いやだ、行かないで。もっと続けたいよ。割りたくないの。ただよ、俺は先に行くぜ。ダーリー、行かないで。ダーリだ。プロジェクト D の勝ちだ。あれ、五線形は。おい、京子は。515R はどうしたんだ。それが大観山を過ぎたあたりで突然消えちまった。なんだって。おお、びっくりした。うっかり地下深線に飛び込んで新渋谷駅地下ホームに行っちゃった。